ダブルラインの作成に用いられます。三つ編みの部分の編み目が締まり込むことにより発生する摩擦力でダブルラインを固定する方法です。特に滑りやすい PE ラインを用いたダブルラインの作成に適しています。必要なダブルラインの長さを決め、本線を左手で持ち、端糸を右手で持って本線手前に交差させます。交差させたラインを本線裏側から手前に回し、2本のラインの間に下ろし、下ろしてきた端糸と左手のラインを片手に持ち、手首を回転させ、反対もこの作業を繰り返して三つ編みを進めていきます。3本の糸の両端の糸は常に矢印の方向へ直線的に広げながら作業を進めることが滑りのない目の詰まった三つ編みを作るポイントです。ダブルラインになるどちらか片側の糸に仮止めを入れて4回から5回ハーフヒッチを行います。ハーフヒッチが終わったら余り糸がほどけないようにエンディングノットを行います。この時に結びこぶが重ならないように注意して角度をつけて締め込みます。三つ編みの完成です。